それではただいまから野田内閣総理大臣の記者会見を行います。総理お願いいたします。本日野田内閣の改造を行わさせていただきました。そして午後新たな閣僚については皇居で認証式を終えてきたところでございます。今回の改造、一つ背景としてご理解いただきたいのは、2月の早い段階で復興庁を発足をさせます。その復興庁発足に伴って復興をもっぱら担当とする大臣、副大臣、政務官を任命することができますが、そのことをにらみながら復興に万全を期すとともに、この際まもなく通常国会が始まりますけれども、予算を通し、そして昨年来からの大きな命題である復旧復興を加速させ、原発の事故を収束をさせ、新たな戦いに向かってさまざまな取り組みを強化をする、あるいは経済の再生を図るといった野田内閣の当初からの命題のほかに、行政改革、政治改革、そして社会保障と税の一体改革という、やらなければならない、逃げることのできない、先送りをすることのできない課題を着実に推進をするための最善かつ最強の布陣を作るための今回は改造でございました。今回5人の方に新たに閣僚に加わっていただきましたけれども、先ほど申し上げたとおり、さまざまな課題を乗り越えていくためのまさに推進力になっていただく、突破力のあるそういうメンバーを中心に選任をさせていただいたつもりでございます。これからまさに国会が始まりますが、これからの国会は民主党政権にとっての正念場というよりも、日本にとっての正念場だというふうに思います。それは一つには、復旧復興は被災者の皆さんに寄り添いながら、抱えている課題を丁寧に確実にこなしていくという、ある種虫の目といいますか、地に足のついた対応が必要です。もう一つは、これからの大きな課題、社会保障と税の一体改革含めて、やっぱり時代を俯瞰する鳥の目が必要だと思います。今までの政治の継続惰性で解決できる問題ではありません。社会保障についてはどなたも将来に不安を抱いている。その不安を取り除くために、社会保障を持続可能なものにする、維持するだけではなくて強化するものも含めて、まさに未来に永続して続ける社会保障の機能を確保するために、それを支えるための安定財源が必要です。安定財源ということは、国民にご負担をお願いをすることであります。耳当たりのいい、耳障りのいいことを言って国民の関心を買うという政治ではなくて、つらいかもしれないけども訴える側もつらいんです。それは選挙は厳しくなるかもしれない、誰もが思う。負担をする側もつらい、だけどつらいテーマもしっかりお訴えをしてご理解をいただけるという政治を日本で作れるかどうかが、私は正念場だというふうに思います。欧州の債務危機は対岸の火事ではありません。そのことも踏まえて、内外の時代状況をしっかり睨みながら、まさに鳥の目から俯瞰をして、今何をしなければいけないのかということにきちっと答えられる政治を実現をしていきたいと思います。そのための布陣を今回敷かせていただいたということでございます。ぜひ皆様におかれましても、ご理解をいただきますようにお願いを申し上げて、冒頭の私からのご挨拶とご説明に変えたいと思います。以上です。